皆さんこんにちは、くるみです。今日は初めてだと思うんですけど、ヘアケアの動画を撮ってみようと思います。まだ動画にしたことが多分なかったかなと思うので、私が使っているヘアケア用品ですごく気に入っているアイテムとか、あと美容師さんに教えてもらったちょっとした一手間を加えて髪がより綺麗になるようなことで、私が実践して毎日していることなども、カラーについてもお話ししたいなと思っています。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。まずは使っているアイテムから紹介します。あ、その前にじゃあ今の髪の色から紹介しようかな。今は暗いんですけど、実はハイライトが結構入っていて、自然光の中の方が本当は分かりやすいんですけど、全体的に細く細かくハイライトが全体的に入っています。では私が使っているシャンプートリートメントですね。エトヴォスのシャンプーとトリートメントを使っています。コスメでエトヴォスはいつも使っているんですけど、コスメ以外にも実はこのシャンプーとかトリートメントのアイテムもあって、こちらは私はどちらとも初めて、1本目なんですけど、2本目も今購入しようと思っているところで、もう今半分以上は多分使っているんですけど、すごく自分には合っているなと思って、ちょっとシャンプーからトリートメントもすごく大事だと思うんですけど、このシャンプーってやっぱり大事だなって感じて、頭皮の汚れとかホコリとか自分では気づかない花粉とか、もういろいろなものをまとっていると思うんですけど、すっきりと洗い上げるのはもちろんなんですけど、ちょっとリフレッシュというか、炭酸のシャンプーではないんですけど、もちろん自然由来の原料でできていて、香りもすごくリフレッシュできる爽やかな香りがしました。洗っていても本当に気持ちいいですし、お湯で流した後の髪の毛の指通りとかがまとまる、しっとりしている感じで、全くこうキシキシしたりとか髪が引っかかってしまうっていうのが私はなくて、一昨年ぐらいまではシャンプーにすごくこだわっていたわけではないんですけど、あるオーガニックのシャンプーとかを使い始めて全然違うなっていうのに気づいて、シャンプーもそれからこだわるようになって、前回使っていたレベナオーガニックのシャンプーがちょうどなくなったタイミングでこのエトヴォスのシャンプーに切り替えてみて、私はすごく良かったので今回紹介させていただきました。ノンシリコンで肌の刺激も少なくて、アミノ酸の洗浄成分ベースなので、髪の毛だけを洗うんじゃなくて、この頭皮がやっぱり大事だと思うので、髪の毛の生えている土台を整えるっていうのではすごく私は気に入っていて、かゆみとか匂いとかを抑えてくれるような、やっぱり成分が自然由来のものっていうのが安心して使えるので、私はこちらはずっと使い続けていきたいなと思っているシャンプーです。同じくこちらエトヴォスのリラクシングマッサージブラシなんですけど、手で洗うだけじゃなくてこのブラシも使って頭皮のマッサージをしています。こちらのブラシはシャンプー中だけじゃなくて、お風呂以外の場所でも頭皮のマッサージで使うっていうのもできるみたいで、もう私はやっぱりお風呂でシャンプーと一緒に使うのが合ってるなと思うので、これはお風呂にいつも置いているセットです。続いてこのトリートメント、レペアトリートメントフルーティーハーバル、イチジクとウッディの香りです。こちらは香りがすごく甘くていいです。好きな香りでした。初めて使った時に感じたのはまとまり感です。まとまり感も出て、お風呂から上がって髪の毛を乾かす時にヘアオイルをつけていなくてもつけているかのようなまとまり感、しっとり感があるなというふうに私は思いました。お風呂上がりもちゃんとオイルとかは使っているんですけど、このトリートメントだけでも、洗い流すトリートメントなんですけど、それだけしっとりとまとまる、私はそれにちょっと感動しました。使い続けていてツヤ感が髪に増してきているなっていうふうに思います。結構私はぴょんぴょんここから浮いてしまうっていうのがもともと悩みだったんですけど、それがだいぶ全体の髪と一緒にまとまってくれる、目立ちにくくなって、使い続けていきたいトリートメントです。トリートメントの時に必ずしている、なくてはならないのがこの櫛で、目のこうやって粗い大きい櫛を使ってトリートメントで、手櫛で髪の毛をある程度スルスルっと整えた後に、トリートメントがしっかり髪に馴染んだ後に、こう毛先からちょっとずつこの櫛で研いて、全体を研いてトリートメントを流すようにしているんですけど、この櫛をトリートメント中に髪に通すのと通さないのじゃ全然お風呂上がった後の髪の毛のまとまり感とか仕上がりが
本当に違っていて、これは美容師さんにトリートメントがより髪に浸透するので櫛で研いた方がいいよって教えていただいて、こちらを使い始めました。この櫛は何でも大丈夫だと思います。この目の粗めの櫛でしっかり研いて、この櫛はソストレーネグレーネで2年前ぐらいにひなと東京 Vlog 撮った時に雑貨屋さんで購入した櫛なんですけど、トリートメントの後は必ずこの櫛で研くようにしています。はい、では続いてこちらはレベナオーガニックのシルキーモイストオイル。以前も動画で確か紹介させていただいたんですけど、髪の毛だけじゃなくてボディオイルとしても使えるので本当に少量で大丈夫です。なので私もちょっとまだこれぐらいしか使っていないんですけど、かなりしっとりするので、つけすぎてしまうと逆にこうベタついて見えるぐらいオイルが結構しっかりしているので、重めのオイルなのでこれくらいで指になじませて髪の毛を、毛先の方をメインで、でこの余ったオイルは首とかあと肘とか少し乾燥が気になる部分につけています。この手とか。こちらはメイドインジャパンのオーガニックのオイルで、そのドライヤーの前とかスタイリングの時とか遅れ毛とかになじませたりとか、使い方もヘアケア以外にもそういったちょっとスタイリングのオイルとしても使える、しっかりと重めのオイルなので、これ一つあると量の調節だけでいろいろな使い方もできるので、こちらもすごくおすすめのオイルです。最後に最近購入したヘアアクセサリーを紹介します。まずこちらカチューシャを購入しました。ヘアアレンジのレパートリーも増やしたいなと思って、下ろしてちょっと巻いた時とかにこのカチューシャをつける。カチューシャはあんまり持っていないので、これからたくさん使ってコーデに取り入れていきたいなと思っています。こちらエコレザーでできた、締め付け感がそんなに強くないので長時間つけていても耳のところが痛くなる、それが全然私はないなと思いました。このカラーもベージュのカラーと少しマットな質感のレザーが可愛いなと思って、そして年中使えるかなと思います。そしてこちらインスタグラムでは何度か紹介させていただいたんですけど、ヘアクリップですね。シンプルなデザインに惹かれて購入しました。これはもうただ後ろで私は髪を留めたりとか、あとお団子の時にこういうサイドをピヨピヨって出てるサイドを留めたりとかで使っています。ヘアクリップはまあいろいろな使い方ができると思うので、アクセサリーのカラーと合わせたりして、ヘアアクセサリーもこれからちょっとずつ増やして楽しんでいきたいなと思っています。今回ヘアケアアイテムとアクセサリーは以上です。おまけでちょっとちなみになんですけど、今日のアクセサリーもすごくお気に入りなので紹介します。こちらがまずシードリームさんのイヤーカフですね。こんなちょっとくねくねっとした形のイヤーカフで、ボリュームが結構大きめであるので、今日はあえてピアスはつけずに外してイヤーカフが目立つようにしてみました。このボールチェーンのこのブレスレットも同じくシードリームさんのもので、シンプルでシルバーなんですけど、かっこよくなりすぎないデザインが気に入っています。そしてこのリングは自分で作ったシルバー純銀のものです。でお気に入りなのがこれ、このネックレスなんですけど、ハートの柄が小さいお花がたくさん入っているデザイン でこのシルバーのチェーンのデザインも素敵ですよね。こちらもシルバーの素材で、こちらは青ヌードジュエリーさんのものなんですけど、このチェーンが一つずつハンドメイドで作られているチェーンみたいなんですけど、銀の純度が 92.5 っていうのがシルバー925の純度なんですけど、こちらはそれを上回っている 95% の銀で作られている純銀のチェーンで、このハートを外してもチェーンネックレスとしても使えるものなので、これから夏は私はシルバーのアクセサリーが毎年つけることが多くて、ターコイズとかシルバーのアクセサリー、いろいろな使い方をしていきたいなと思っています。よかったらこの今日のアクセサリーもちょっと参考にしていただけると嬉しいです。以上、おまけでした。